焼肉ロックフェス、はい、イエーイ、紹介を潰してきたグッドボーナスデイ、いやー、2人になってますけど、そうなんです、倍おったんですけどね。いやいや、でも今日初めて、アコースティック初めてですか、焼肉ロックフェス。ちなみに焼肉ロックフェス、俺の中では1回ありますわ。1回あります。あの、ほらあっちの、ここに映る前のところで、はい、体育館とかあったの。そうだ、あの時2回、はいはい、ほら、ああ、2回行こうやった。ああ、そうだ、はい、全部ですよね、多分グッポって解禁症、解禁症の気がする。そうですね、かもしれないですね、はい、あ、解禁症、うん、もともとここで主催をしてた人が、はい、渋谷の方でラフっていうイベントをやってて、それにもずっと出てましたよね。そうですね、ラフスタイルも途中から俺らゴムの紹介でね、はい、ゴムの紹介。その前から考えたらずっと出てるんですね、じゃあ。そうそう、結構ボンファクトリーとグッフォーってなんかずっとのイメージある。そうですね、そうで、今回その2人でのアコースティックで、はい、これ見たら めちゃめちゃ良かったんですけど、はい、バンドスタイルもめちゃめちゃ良かった。ただマッキンがえらい緊張してたんですよあいつだけすげえ緊張してた。 酒入れのもう緊張なんで超良かったのに。いや、マキーのベースなんだよ。あ、そういうことなんだ。そうか、そうか、現日本笛必死で練習してきました。日本笛必死で練習してきました。抑えるとか日本笛それでもそれでもミスってるからちょっと太い弦だったのになんかちょっと細いぞ。細いぞですね。ちなみにどうですか、もう常に出てますけども、はい、今年の焼肉フェス出演してみての感想は。いや、すごいこう、まああの世間的にもちょっとずつこう回復してきて、はいはい、いろんなことが緩んできてて、はい、まあ気をつけなかったとかあかんとこもあるんですけど、でもすごいなんかみんなその中でギリギリのところですごいみんなが楽しくしてて、うん、いい雰囲気でしたね。ちなみにご自身たちもフェスやってるじゃないですか、はい、それを踏まえてこの焼肉ロックフェスの良さみたいなところってあります、ね、やっぱり地元に根付いてるというか、うんうん、いや森やん、うん、ずるいずるい、森森なずるい、シチュエーションがずるい、ロケーションがやっぱりいいし、うん、焼肉っていうなんか武器一つある、うん、あ、そう焼肉、そうですね、で来てみたらロケーションいい、ロケーションいい、みんな優しい結構みんなね同じこと言うよね。そうでもやっぱり皆さんは伝わってるってことだから、出演者が地元のお客さんからしたら多分自慢やと思うんですよ、うん、うちの地元にはこんなフェスがあるぞっていう、そういうフェスやなっていうのは、自分がやってるのもそうやし、はいはい、なんかそこ目指したいとこやなっていうのは根付いてるってことですね、うん、そうですね、根付き始めてるってことですね、はい、山ずるいよな、山ずるいってな大阪ないじゃないですか。あ、確かに。でも海になるんですよ。海やったらそうか、風ずっと吹くから。でも社会ミーティングの場所ってあれなんですか、海沿いなんですか。海沿いですね、はい、でもたこ焼きあるじゃないですか。たこ焼きずるい、ベタな感じ。たこ焼きずるいですよ、結構大阪城あるじゃないですか。大阪城、大阪城でやれへんやん決められたんややりゃいいよ、たこ焼きロックフェスやればいいですよ。いや、やるからもうやってるわいやいや、たこ焼きロックフェスやって自分たちでやってるでもう一個やるからたこ焼きロックフェスやるね。たこ焼き食べ放題やっちゃないですよ森でやる、森探して探してわかりました。じゃあ最後にですね、はい、この動画自体が焼肉ロックフェスをやっぱ愛してる皆さんが見てると思うんで、はい、見てる皆さんに一言ずつ、二人一人ずつでもらってもよろしいでしょうか。はい、すごい楽しかったです。あの地元にこういうイベントがあるっていうのは誇りやと思うし、あのすごく大事にしてほしいなと思います。そしてまたライブハウスの方にも遊びに来ていただけたらいいなと思ってますんで、またライブハウスでお会いしましょう。めっちゃむずいやん飯田愛してるよ。ありがとうございました。恥ずかしい、恥ずかしい、申し訳ない。